まだやってない。どんなでも変わらず。はい、今からとか言うんですか。なんか本当いろんなもの。いや、そんなの言わなくていい。言わなくて。準備はそこ始めます。これ YouTube 用ですか。あ、これね。これ。なんかこう、いざこう始まったら僕何も喋れなくなっちゃうかもしれないです。なんか自己紹介した方がいいんですかね。いや、もう普通でいいんじゃない。普通ですよ。普通に歌えばいい。なるほど。あなたにとってステージとは。ごめんなさい、沈黙が。これ流しますからね。え、やめて。これ流しますからね。これないの、ここおしぼりとかないの。おしぼりはなんか自分で多分取りに行かなきゃいけない。ちゅうかさ、ここでさ、はい、どうしたいの。いや、これはなんか送信送信したらもう、あ、なんか送信したらもう流れちゃうんじゃないですか。これもう流れてるとかね。これ流れてるんですか。流れてえ、流れてる、うん、多分これ今流れてる。なんで僕だけしか映ってない。いいや、ちょっと一緒に、はいはいはい、これちょっと半分しか映ってない。ちょっと角度をもうちょっとこうして。そう、角度が悪いね。いいんじゃないですか。なんか今流れてるんですか。知らん。どうもじゃあなんか歌って。なんか歌いました。おとみさん歌いました。おとみさん歌いました。なんか一人で何か歌って。一人でですね。18番。なんかあるし。これ今流れてる。知らん。初めてやからね。分かる。そう、なんだろうな。ちょっと何にも用意音楽活動10周年を迎える今井あさみが歌うオープニングテーマ。とりあえず歌っちゃいましょう。わかりました。何を。北の旅人とか。あ、いいです。大丈夫ですか。まあ、なんとなく。いや、いいじゃないですか。なんかギターバージョンとかやってみましょう。歌います。なんと多分なんで、歌うんだったら。これもし歌えなかったらちょっと一緒に。いや、僕は知らないもん。なんか言った方がいいですかね。いや、何もなかった。いいじゃん、別に。なんか二人でやったらこれ何なんだっけ。それはそれで。
でもあっちも撮ってますから、ね、あっちも撮ってあれちょっと YouTube あっちましょう。これ本当あげますか俺。ちょっと編集してよ編集。編集僕できないですけど大丈夫。最悪やん。何だったっけ、何を撮ってしたやつ。何がいい、何がいいかな。あれめっちゃ良かったです。森進一さんのあの花と。あちょっとあれね、怖いんだよな。雨ふれふれ。ああ。あれめっちゃかっこいいですね。ちょっというか、コスケさん。はい。僕らマイクの調整とかも全く今してないで始めちゃったんですけど。あ、そうなの。これ多分キー確か。確かだ。どのぐらいなのかわかんないけど。ああ、うん、大丈夫ですか。大丈夫じゃない。いや。雨の包丁。こと。そっちじゃない。こっちね。ちょっと。音を上げますか、ちょっと待って。心が忘れたのにめちゃめちゃいいじゃないですか。膝が重さを覚えて長い月日の膝枕がタバコぶかりとふかしてた肉恋し肉恋し巡り巡って今は恋しい雨雨ふれふれもっと私のいい人連れてこい雨雨ふれふれもっと白い日連れてこい。とりあえず1枚しましょう。これ1枚にしましょう。ちょっとこれどうやって消すの。これね、とりあえず1枚。さすがやっぱ先輩ですね。いやいやいや、聞き惚れちゃいましたね。いい歌、いい歌ですね。あ、よかった。何年前の歌なの、雨の。これはどうですかね。70年代ぐらいでしょ、歌。70年代結構そうか、そのぐらいなんですね。で、なんか次なんか次なんか、なんかコラボもしたいですけどね。さっきなんか歌って、うん、乙女さん、乙女さんやりましょう。その前なんか得意な、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 なんかですね。じゃあ柳瀬ブルース。ああ、いいですね。今ちょっと雨降ってます、ね。ああ、雨降ってますね。今日一日ずっとね、東京雨降る。そうですかね。確か。明日は晴れ。明日は。今日も雨じゃない。そうか。そI'm not the only one.
忘れたいのに、あの夢を思い出させる、この酒が柳瀬の夜に泣いている。これ僕小助さんと会ったのって どれぐらい前ですかね。知らん知らん5年ぐらい前ですかね。なんだかんだそうかも。あの5年ぐらい前に僕あの初めてお会いした時にこう ちょうどコウスケさんの自分の歌と罪の皮とこの柳瀬ブルースを歌われてたんです。柳瀬ブルースだったっけ。そうなんですよ。僕は見た時あのめちゃめちゃ良かったですね。その時の印象をめっちゃ覚えてますね。柳瀬ブルースなんて歌ってたっけ。歌ってました。全然覚えてないですね。まあまあ、罪の皮は歌ってるだろうなっていうのは。ちょっと罪の皮ちょっと歌ってみてください。罪の皮、罪の皮、本当にあの一人の力ではなく支えていただいたんであったりするのが素晴らしかったので、全然売れなかった罪の皮。いやいや、これからじゃないですよ。でも5000枚はね、なんだかんだ売れてんの。あ、そうなんですね。なんだかんだで。これはちょ高千明先生にそう書いてもらった高千明で、有名な大先生ですね。これ本当に写ってるんですよね。なんかこれなんか写ってないのになんか何言ってんだみたいな感じになる。あっちは写ってます。これなんかコメント来たりするんですか。なんか分かんないけど、幸せ結べぬ赤い糸、あなたと私を突き放す、抱かれることもできないで、うついたこの胸なんとしよう、あなたと私罪の皮、これで終わりましょう。
当に流れるのかどうか知らないですけど。どっちもね、アナログだから、アナログ人間だから、わかんないって。これこの間、デイサービスでね。デイサービス。いい歌ですよね、歌。順番どうでしたか？粋な黒べいみこしの松にあだ名姿の笑い神死んだはずだよお富さん生きていたとはお釈迦様でも知らぬ仏のお富さん餌をおげんやだな昔を生むじゃないが風も染みるよ霧の跡久しぶりだなおとみさん今じゃ呼び名は嫌れのよさこれで一部じゃおとみさん餌をつまさえめない他人の花に情けかけ鏡の定め愚痴はよそうぜおとみさんせめて今夜は刺しつ刺されつ飲んで明かそうよおとみさん餌をお茶碗酒しかかるも夢さ誰が引くやら明けならずついてくる来たおとみさん命短く渡る浮世はあれもつらいでおとみさん餌を地獄雨最後一緒じゃないかいやー、バイバーイ。これ本当に配信されるんですか？これで終わり？わかんないです。これでいいでしょ。配信されたんですかね。これライブってことはもう生ですか？だって何をしてあ、どうこれじゃないのこれそう視聴者数そっからゼロそっからそっからそっから流れてるんですねなんかめちゃ最初の会話入ってるじゃないめっちゃ楽しそうですあ、こっからかこれとかこれだけだったら、うん、あ、配信されない あ、なるほどそれからなんかこう、更新みたいな感じ
か恥ずかしいですね。ちょっとこれ撮りかしておきますよ。あっち撮ってますよね。これちょっと行きます。